アメン。始まりましたね。はい、昨日はすいませんでした。昨日の朝はですね、回線が、切れて、途中で終わってしまいました。ごめんなさい。始まってますよね。ちょっと待ってください。はい、あ、レチェさん、おはようございます。それでは今日はですね、回線は今のところ大丈夫です。今のところ大丈夫です。それでは、出発します。今日もちょっと暑くなってきましたでしょうかね。今日の御言葉、7月19日火曜日、あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。コリント1、6-20。God paid a great price for you, so use your body to honor God. あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちは十字架によって、買い取られた。あがないと言います。私たちの言葉であがないと言いますが、十字架によってあがなわれた、買い取られたということですね。罪の奴隷、皆さん、私たちは罪の奴隷、昔はですね、奴隷制度があって、その奴隷をですね、そのお金で、まあ、買うわけですね。人間の売買、人身売買があったわけです。昔はですね、人身売買があって、そして、人身売買がありましてですね、奴隷は買い取られたんです。お金で、まあ、奴隷を買ったわけですね。そして十字架というのは、イエス様がご自身の血によって、人間を買い取った。だから私たちクリスチャンはもう、クリスチャンはですね、もう自分の体は自分のものではない、キリストのものである。自分の体は自分のものではなく、キリストのものである。それがですね、まあがない。あがないということですね。では行きましょう。十字架によって贖われた、そのイエス様が自分ご自身の血を払って私たちを買い取った。私たちをイエス様の血によって買い取った。私たちは、罪の奴隷だったんですね。罪の奴隷、奴隷というのは、まあ、要するに、まあ、悪魔のものだったと言ってもいいでしょう。私たちは、悪魔に騙されて、まあ人質になり、悪魔の奴隷になっていた。罪を犯すというのは、ね、罪を犯すというのは、その悪魔の、人間は悪魔の持ち物になって、
そしてその、してはいけないこと、してはいけないことをさせられる、悪魔によってさせられる、悪魔の奴隷なんですね。悪魔の奴隷。私たちはいやいやって言いましょう。奴隷ってそうでしょ、皆さん。奴隷っていうのはいやいや何かさせられることじゃないですか。いやいやさせられる。それはその悪魔によってね、悪魔によってその奴隷になって、悪魔のものになって、まあ悪魔のなんて言ったらいいでしょうかね、悪魔の悪魔の奴隷ですよね。あのよくあの最近は性奴隷、性奴隷って言いますけど、まさに悪魔の性奴隷になってるような、そういう本当に悪魔に虐げられている、悪魔に虐げられて、この社会のあらゆることが、あらゆることが悪魔の奴隷として、その嫌なことをさせられる、嫌なことをさせられる社会、なんか重労働というか、重労働というか、奴隷の奴隷の身分というか、まあブラック企業で働くこともですね、まあ奴隷ですよね。社畜という言葉がありますけど、まさに、受験勉強なんかもあれも奴隷ですよ、奴隷。いやいや、あのいやいや勉強してるみたいなね。本来はですね、真理を学ぶことは楽しいし自由でなきゃいけないのに、受験勉強ということでいや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 勉強させられている。勉強の奴隷ですね。受験の奴隷、仕事の奴隷、お金の奴隷、何かそのギャンブルの奴隷、お酒タバコの奴隷、もう本当にいろんな奴隷があります。いろんな奴隷、全部それは罪の奴隷なんです。罪の奴隷です。多くの人は奴隷であること自体が、まあ、よく分かってないというか、奴隷で甘んじている人もいるかもしれないし、またあの奴隷の身分でありながら人を奴隷にしてるとかね。例えばあのブラック企業の上司はですね、自分も奴隷でありながら、自分も奴隷でありながら人を奴隷にしてるとか、まあそういう、結局はなんかこう悪魔のその悪魔に協力しちゃってるような、人間はですね、悪魔の奴隷でありながら悪魔に協力してしまって、結果的に協力してしまって、そして罪を犯しているんだ。まずそのことに自分のこう、なんて言うんでしょうかね、立場というか自分の状況をみんな知らないんです。多くの人間は自分が悪魔の奴隷であることを知らないんです。そんなことはないよ、自由に生きてるよ、好きなように生きてるよって言うかもしれないけど、それこそが悪魔の、策略なんです。悪魔の策略は人間をですね、なんか騙されてるようには思わさせないようにしている、悪魔がですね、自分の存在を隠して、操っている、まあ、一種の黒幕ですよね。まさに、まさにですね、悪魔こそ黒幕なんです。悪魔こそ黒幕、悪魔こそ本当の黒幕。その悪魔が黒幕なんだよということですね。そのことにまず多くの人は気づく必要があります。そしてその自分が奴隷であることを知ったならば、ああ誰かあがなってください。奴隷ですからね。奴隷っていうのは、まあ、要するに、持ち物ですよね。その奴隷の持ち主の持ち物です。
あがなう、つまり買い取られなければ、その持ち主から逃げられないわけです。ですから、そのイエス様が、あがなってくれたというのは、イエス様があがなってくれたというのは、その罪の奴隷からあがなってくれた。十字架の血によってあがなってくれた。これを贖罪と言います。あがなう、罪をあがなうことを贖罪。贖罪っていうのは、その、罪である状態から、その、罪がない状態。奴隷から、自由人。自由人っていうのは、まあ、奴隷ではないっていう人のことを自由人っていうわけですけど、十字架によって私たちは、自由人になるんだということですね。自由人になれるんだと。私たちは自由人にならなければなりません。罪の奴隷のままでいてはいけないんです。罪の奴隷のままでいてはいけません。私たちは、あがなわれて自由人にならなければなりません。自由人になりましょう。ね、皆さん。イエス・キリストを信じるというのはそういうことなんです。イエス・キリストを信じるということは、そのあがなわれることです。イエス・キリストを信じるということは、罪の奴隷ではなくなる。罪の奴隷ではなくなる。罪の束縛。罪の呪いから解放される。身分が、ね、奴隷から神の子になるんです。兄さん。誰だってですね。誰だって奴隷が嫌で、神の子になりたいと思うじゃないですか。誰でもね。誰でも自由になりたい。誰でも神の子になりたいと思いながら、それを信じなければ。奴隷がですね、私は、自由になれるの?嘘でしょなんて言ったらですね、もうそれは、せっかくこう自由になれるのに、そんなこと、まあ、ありえない。そんなことはありえない。私をあがなってくれる人なんているわけない。自分を救ってくれる人なんているわけないと思ってたら、もうそのまんまですね。そのままです。しかし、もしかしたら、自分を救ってくれる方がいるというなら、本当かもしれない。本当かもしれない。自分を救ってくれる方がいるんだろうか。そういうふうに、もし思うならですね。ちょっと、考えてみよう。本当かどうか考えてみようと。そういうふうに、思う、その、余裕というか、その、そういうふうに考えてもいいんではないでしょうか。そして私たちクリスチャンは、その贖いを信じました。その贖罪を信じました。その、その、イエス様の救いを信じました。そして、本当に、悪いことをしなくなってきたんです。悪いことをしなくなってきたんです。したくなくなってきたし、本当に、罪の奴隷でなくなったんです。罪の奴隷っていうのは、悪いことを、ね、悪いことを、こう、なんていうかな、したくないけどしちゃうっていうのが罪の奴隷なんですけど、本当に、悪いことをしなくなってくるんです。本当に悪いことをしなくなってきます。不思議ですか、本当に悪いことをしなくなってきます。はい。ここはですね、蚊が少ないところ、蚊が少ないところ。
蚊が少ないところですね。あ、今日は風があって涼しくていいです。風があって涼しいです。これだけ風があるとですね、これだけ風があるといいですね。なんていうか、爽やかというか。ちょっと湿ってる。ちょっとベンチは湿っています。爽やか。いいですね。ここはですね、ベンチがある。ベンチがあって、そして、パソコンを置ける。そして、蚊がいない。そして、綺麗な並木がある。いいですね。いいです。非常にいい風が吹いています。メッセージしやすいということでしょうか。私たちは過去の歴史の事実に向き合うことが大切ですね。そうですね。私たちはその大事なことを理解する必要があります。大事なポイントです。大事なポイント。もう本当に、その人間の基本、日本の基本、人生の基本を理解しなければなりません。それはどういうことかというと、人間はですね、罪の奴隷なんだということですね。罪の奴隷。悪魔の奴隷だという。そのことを、理解しなければなりません。それはアダムとエヴァがサタンの言うことを聞いて、そこから悪魔の奴隷になってしまった。例えばですね、ヤクザの言うことを聞いてヤクザの手下になってしまうということがあるじゃないですかね。その悪い人に捕まって悪い人の家来になる、手下になる、そういうことはありますよね。だからそれと同じです。アダムとエヴァがサタンの言うことを聞いてサタンのものになってしまったんです。サタンのものになってしまいました。それで皆さん、人間はサタンの奴隷になってしまったんです。その結果、人間は悪いことをするようになりました。サタンは人間に悪いことをさせたいんです。サタンは人間を悪いことをさせたい。人間は本来は悪いことしたくないんです。本来人間は、悪いことをしたくないんですけど、サタンにさせられているわけです。させられているわけです。それでですね、それで、人間は苦しんでいるわけです。人間が苦しいのは、サタンの奴隷だから苦しいんだ。皆さんが苦しいのは、皆さんが悲しいのは、皆さんが虚しいのは、奴隷だから苦しいんです。奴隷だから悲しいのです。当たり前です。奴隷が楽しいわけありません。奴隷が、嬉しいわけないじゃないですか。いやいや、だって皆さん、ね、ああ、今日も、怖い上司のパワハラを受けて仕事をしなきゃいけない。ああ、今日も、いじめの学校に行かなきゃいけない。今日も、したくないことをさせられなければいけない。皆さん、多くの人が、
もう苦しがってるじゃないですか。多くの人がですね、もう生きることをね、生きることが嫌だと思ってるじゃないですか。レイチェルさん生きたくない。レイチェルさんもしたくない仕事をさせられています、ね。したくない仕事をさせられています。まさにこれは、罪の奴隷、悪魔の奴隷の証拠なんです。ね、よくネットでね、ああ、もう仕事したくない、仕事したくないってみんな言うじゃないですか。それはまさに、ね、その悪魔の奴隷の証拠なんです。私もそうでしたよ。私もね、勉強したくない、勉強したくないと思ってました。で、仕事もしたくない、仕事もしたくないと思ってましたよ。いやいや、いやいやしてました。いやいや勉強し、いやいや仕事をしていました。まあ、しなきゃいけないみたいなね。もうしないと食べていけないよみたいな。もう何か強制的に勉強し、強制的に、仕事をしていたような記憶です。でも今、私はイエス・キリストに会って解放されました。私は自由です。ね、私は自由です。無理やり嫌なことをさせられないでいます。自分の意志で、良いことができるようになりました。もう、悪いことはしたくないのです。悪いことはしたくありません。悪いことはしたくありません。今私は、良いことをしたいのです。良いことをしたいのです。イエス・キリストに会って、良いことをしたいし、また良いことができるのです。なぜなら、イエス様が贖ってくれたから。イエス様が買い取ってくれたから。イエス様が私を奴隷の身分から、神の身分にしてくれたから。もう私は奴隷ではない。もう私は奴隷ではない。もう神の子である。神の子である。ね。シモンさんが飛び上がってるじゃないですか。シモンさんが喜んでるじゃないですか。神の子だからです。ね、奴隷があんなに喜びますか？奴隷であってはあんな喜べないじゃないですか。あれだけ喜べるのは、ね、あれだけ喜べるのは、その神の子になったからです。神の子になったから喜ぶことができるんです。ぜひ皆さん、この原則を知ってください。原則を知ってください。なぜ人間は苦しむのか。その理由がちゃんとあるんだよ。理由がある。ね。奴隷の状態で喜べるわけないんだということです。あがなわれなければならない。ね。奴隷はあがなわれなければ、自由になれない。奴隷は贖われなければ、奴隷は贖われなければ自由になれないんです。自由になるために贖いが必要です。それを贖罪と言います。リデンプション。英語でリデンプション。英語も覚えてください。リデンプション。リディームは贖うという言葉ですね。リディーム。リディーマー。イエス様のことをね、救い主とも言いますけど、贖い主とも言うんです。で、贖い主のことをリディーマーと言いますね。リディーマー、覚えてください。贖い主、贖ってくれた方。イエス様はリディーマーです。で、救い主もちょっとついでに教えますが、救い主はセイビアと言いますね。セイビア。He is the Savior. Jesus is the Redeemer.セイビアとリディーマーを覚えてください。イエス様は贖い主。イエス様は贖い主。すべての人を贖ってくれるために、十字架に代わって死んでくれました。しかし、その贖いが、要するに、まあ、贖いが成立するためには、契約が必要です。奴隷から私たちを買い取るわけですから。その、契約が必要なわけです。私たちはある意味では、サタンと契約をしていきました。まあ、本当に騙された詐欺商法に、詐欺、
詐欺商法に引っかかってとんでもない契約をしてしまったようなものです。多くの人はアダムとエヴァの契約、サタンとの契約でサタンの奴隷だったんですけど、私たちはもう一度イエス様と契約をしなければなりません。イエス様と契約をして、イエス様と契約をして私たちはあがなわれます。あがなわれます。イエス様を信じよう。自由になりたい。自由になりたい。イエス様を自分の救い主として、受け入れよう。イエス様は私を救ってください。私の罪を許してください。あなたを信じます。あなたを信じますと。そのように決心するなら、そのように決心するなら、その誰でも自由になれるんです。誰でもあがなわれるんです。もう、嫌なことを無理やりさせられるような人生ではなく、自分が正しいと思うことを生きれるようになるんです。私たちは本当の自由、本当の自由。多くの人はね、そのお金があれば自由になると思うわけです。確かにお金があったらいろんなものを買えるし、いろんなことができるかもしれません。でもそれは本当の自由じゃないんです。それは結局はまだ悪魔の奴隷なんです。お金がたくさんあっても、お金がたくさんあっても、ね、まあ、悪魔の奴隷だったら、それは本当の自由じゃないんですね。お金持ちは自由に見えるけど、彼らも悪魔の奴隷です。罪の奴隷です。ですから、本当の自由は、本当の自由は、そういう自由ではないということですね。本当の自由というのは、肉の自由ではないということです。まあ、お金は肉の自由と言ったらいいかな。お金は一見自由のように見えて、結局は、その、まあ、悪魔の、なんかこう、誘惑というか餌というか、お金によって縛られている、お金によって奴隷にされているみたいな、そういう感じでしょうかね。本当の自由は、本当の自由は悪魔から自由になること、悪魔から自由になること、罪から自由になること、これが本当の自由です。これが本当の自由です。皆さん、本当の自由を知ってください。皆さん、自由になりたいんでしょ。皆さん、自由になりたいわけです。本当の自由。それは、霊的な自由だということです。それは、悪魔から自由になるということです。罪から自由になるということです。ですから、ああ、私は確かに、悪いことをさせられてきた。悪いことしたくないのに、悪いことしてしまう。悪いことをしてしまう。その、鎖に縛られている。綺麗な場所ですね。そうでしょう。ここは私の好きなところなんですが、私は、罪を犯している。私はなんと惨めな存在だと、ローマ7章の最後の方にも書いてあります。ああ、私は惨めな存在で、誰かが救ってくれないか、誰かが救ってくれないかと書いてあります。救い主がいます。救い主がいます。イエス様がこの地上に来たのは、イエス様がこの地上に来たのは、私たちを、救ってくれるためなんですね。私たちをその悪魔から救ってくれるために、悪魔から救ってくれるためにイエス様はこの地上に来たんです。そしてその救い方が驚くべき救い方ですね。クリスチャンになって自由ですよ、節子さん。アメン。クリスチャンになって自由ですよ。イエス様の救い方が
驚くべき救い方なんです。刀でシャンバラをして救ったんじゃないんです。イエス様の救い方は十字架なんです。十字架なんです。その十字架がイエス様のやり方なんです。人を救うやり方。それは自分が私たちの代わりに死んでくださった。罰を受けてくれた。私たちの代わりに、私たちが罰を受けなければならない。だってそうでしょ、皆さん。罪っていうのは罰が伴うじゃないですか。罪を犯したら罰が伴いますよね。私たちは罪を犯したならば罰を受けなければなりません。それが、法律ですよね。法律というのは罰則があるじゃないですか。神様に対しての罪も罰則があるんです。神様に対する罪は死だと書いてあります。法律にはですね、法律にも、まあ、日本の場合には死刑がありますが、エルティルはすごく自由な教会ですよね、ルカさん。はい。教会がですね、教会がこの世と同じように、奴隷社会だったらおかしいじゃないですか。この世がですね、この世が奴隷社会だったら、教会は自由な社会であるべきじゃないですか。この世で奴隷だった人が、教会に来て奴隷だったらおかしいじゃないですか。仏教とは全然違います。違い、自由です。節子さん。仏教とは全然違い、自由です。教会は、奴隷社会ではありません。教会は、神の国です。神の国です。自由があります。自由があります。キューちゃんは独裁者ではないと分かりました、ルカさん。独裁者ではないと分かりました。というわけで私たちは本来、神の子として自由に生きるように作られていたはずなんですが、サタンに騙されてサタンの奴隷になってしまいましたけど、もう一度イエス様が来てくださり、私たちを贖い、私たちをもう一度本来の自由な神の子にしてくださるのです。それが福音です。それが十字架です。それが救いです。皆さん、このことをしっかり理解しましょう。理解するんです。理解して、深く、その、私たちの人間の基本とするんです。人生の基本。その、人間の基本。学校の勉強よりもっともっと大事ですよ、皆さん。学校の勉強したって罪の奴隷だったら意味ないじゃないですか。でしょ、皆さん。本当の勉強しなきゃいけないと思いませんか。本当の勉強。それはまず私たちが、救われなければならないということです。私たちは罪の奴隷から、神の子にならなければいけないということです。本当の勉強は、イエス様が救い主で、私たちはイエス様を信じなければ救われないんだ。イエス様を信じなければ罪の奴隷のままなんだ。そして自分でその罰を受けなければならないんだ。その罰が地獄なんです。地獄とは何ですか？地獄というのは、その人間の罪の罰なんです。永遠の刑務所。永遠の刑罰。日本の刑務所はですね、何年かしたら出れるような、刑罰が多いですけど、その、神様に対する刑罰は永遠なんですね。
暑くなりましたね。ちょっと場所、太陽がちょっと照ってきました。もうちょっと、場所を変えましょう。あっちはどうでしょう。地獄は永遠の刑務所なんです。地獄は永遠の刑務所です。ですから、私たちは、イエス様と共にいたいです。アメン。イエス様が、せっかくこの地上に来たんですから、せっかくこの地上に、私たちを助けに来てくれたんですから、イエス様に立ち返るのです。イエス様に立ち返るのです。イエス様に救われるべきです。イエス様に救われて、そして十字になって、本当の人生が始まります。本当の人生。それはイエスキリストにある人生です。本当の人生。本当の人生。まず私たちは、悪から離れなければなりません。罪から離れなければなりません。罪を悔い改めて、ああ、ごめんなさい。私は、神様に対して正しくありませんでした。悪魔の言うことを聞いて、悪いことをしてました。悪魔の言うことを聞いて、悪いことをしてました。ごめんなさい。ごめんなさいと。そのように、まず、悔い改めるところから始まります。それでは、明かしタイム行きましょう。明かしタイム。地獄に行きたくない。イエス様の側に行きたい。アメン。アメン。それでは明かしタイムです。イエス様を信じて、基本が分かった。罪の奴隷であったということが分かった。イエス様を信じて、十字架の贖いが分かった。十字架の贖いが分かった。本当に。あがなわれなければならない。許されなければならない。自由にならなければならない。悪魔の奴隷から自由にならなきゃならないということが分かった証。スタート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 。お金のために勉強していた。今、イエス様のために勉強している。アメン。サタンの奴隷にあるぐらいなら、イエス様を信じようと思った。アメン。イエス様のおかげで十字架が好きになりました。そろそろ仕事を辞める準備をしようと思った。アメン。アメン。奴隷人生やめてイエス様人生歩みます。アメン。そうですよ、イエス様が本当の神様だと確信しています。節子さん、アメン。お金では買えない価値があると思った。毎日イエス様にお祈りをしていると良いことをしようと思った。尊敬する人と一緒に過ごして、自分もそちら側の人でありたいと思った。アメン。アメン。アメン。今朝の放送で気づいたよ。この放送からの卒業。この放送からの卒業。
この放送を家族で見ているので、家族との関係が良くなった。アメン。素晴らしい。毎日聖書を読んでいたらアトピーが治った。医者も驚いていた。LTL みたいな人間関係はすごいと思った。ルカさん。カリスマは異端だと思っていたが、最先端でナウイ。自分らしくいられるのがキリスト教だと分かりました。ハルさん。ひどい腰痛がこの放送を見始めてから軽くなってきた。これは油注ぎでしょうか。そうですよ。そうです。ずっと憎んでいた男を許せました。アメン。旧放送で進行バリアがすごいです。フラフラ人生から生き生き人生。イエス様は自分のような人間でも見放しになりませんでしょうか。はい。見捨てませんよ。見捨てません。私たちが見捨てない限り、イエス様は見捨てません。以前は、LTL に二度と行かないと思っていたけど、毎日行きたい、ルカさん。この放送を見てたら不眠症なのに寝れました。アメン。自分の傲慢を見つめ直して悔い改めました。この放送を見てから運動するようになって標準になりました。アメン。自分こそが正しいと主張するのは愚かだと思った。アメン。30年ぶりに親と会話しました。この放送を見てから怒らなくなりました。アメン。ネガティブからポジティブ、マイナスからプラスになった。社会の底辺でもいいんだと安心してきました。スマイル人生になりました。不安だらけだったけど、今なら言える。心配ないさ。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、明石。ありがとうございました。キューちゃんのおかげで嘘をつけなくなりました。アメン。嘘をつけなくなりました。最近ポジティブ人生になり、スマイルが増えてきました。アメン。この放送を見て生きる自信が持てました。アメン。ありがとうございました。以前は醜い人間だった。しかし与える喜びを知った。皆さん、皆さんの証は素晴らしいと思います。皆さんの証は本当に素晴らしいです。多くの人が同じようになってほしいです。多くの人が罪の奴隷ですから、イエス様を知って自由人になったらどれほど証ができるのか、神の子供になったらどれほど楽しいか、どれほど自由か、皆さん多くの人は、ね、その、例えば目が見えない人がですね、目が見えない人が目が見えるようになったらどれほど素晴らしいですか？耳が聞こえない人が耳が聞こえるようになったらどれほど素晴らしいですか？だとすれば、罪の奴隷だった人が、罪の奴隷だった人が自由人になったらどれほど素晴らしいですか？どれほど素晴らしいですか？本当の自由、本当の自由になったらどれほど素晴らしいですか？私たちはイエス・キリストにあって、本当の自由になれるのです。本当の自由です。もう私たちは、サタンに支配されなくていいのです。私たちはサタンに勝つことができます。サタンに勝つことができます。もちろん霊的戦いがあります。獣人だからもう霊的な戦いがなくなるわけではありません。獣人になっても、サタンが攻めてきます。しかし、イエス様が守ってくれます。信仰で歩むならば、イエス様から学んで歩むならば、私たちはサタンに負けないのです。サタンに負けないのです。サタンに勝つことができるんです。ぜひ皆さん、私たちは、まだ、本当の故郷である天国に行けませんが、イエス様によって神の子供になったから、神の子供になったから神の国を相続します。天国に行くというのは、いいですか？天国行くというのは、神の子が、神の遺産を受け継ぐことなんです。天国に行くというのは、神の国を相続するために天国に行くんですよ。ですから、イエス様にあがなわれて、初めて天国に行くんです。罪の奴隷はですね、天国に行くことはできないんです。奴隷が神の国を受け継ぐことはできません。神の子だけが、神の子だけが、その、神の国を受け継ぐことができるんです。ですから、ね、皆さん、一緒に、信仰を全うして、一緒に信仰を全うして、神の国を相続しましょう。神の国を相続するんです。私たちは、この地上にあっては何も持ってないかもしれません。この地上にあってはね、財産を持ってないかもしれません。しかし私たちは神の子なんです。神の子というのは、ね、将来神の国を相続するんです。ですから大事なのは、神の子としての身分が大事なんです。私たちは自分で神の子になったのではありません。十字架によって、神の子になったのです。アメン。イエス様と共にあって、心はいつも天国です。そうです。私たちは、イエス様が私たちの中にいるから、イエス様が私たちの心に住んでおられるから、私たちは神の子なんですが、そして同時に、私たちの心が神の国なんです。私たちの心が神の国です。なぜなら、以前は悪霊の巣窟でした。
以前は悪霊の巣窟でしたけど、今私たちは、聖霊の宮です。神様が、住んで、くださっている、私たちは今聖霊の宮です。聖霊の宮ですね、聖霊が住んでくださっている。私たちは今聖霊の宮です。はい、ではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、その人間とは何か、人間とは何かという、そのわけのわからない世界の中で、ただ人間が進化して生きているということではないんです。人間が、ね、その進化してそのわけのわからない世界の中で目的なしに生きているということではないのです。そういうことではなくて、私たちは神様によって作られ、神様によって作られてこの地上の上で生かされてはいますけど、私たちはサタンの奴隷として、罪の奴隷として生きてきたんです。だから人類の歴史を見てください。人類の歴史を見てください。罪の歴史ではないでしょうか。人殺しの歴史ではないでしょうか。搾取の、歴史ではないでしょうか。犯罪の歴史ではないでしょうか。それは悪魔が働いているということです。悪魔がせっかくの神の国になるべくこの世界を悪魔が牛耳って横取りして、悪魔が騙して人間を騙して、悪魔が人間を騙して悪魔の国にしてるじゃないですか。悪魔がこの世を悪魔の世界にしているんです。悪魔の世界にしているんです。しかし神様はその悪魔の国を、悪魔の国に来て人間を救うために、人間をあがなうために、人間をあがなうためにイエス様を十字架につけたのです。その十字架は人間を救う御業、人間をあがなう御業なんです。十字架が人間が救われる唯一のその道なのです。契約なのです。確かに皆さんは体験しています。ああ何かイエス様を信じたら変わった、イエス様を信じたら悪いことへやめるようになった、希望が見えてきた、今まで希望がなかったけど希望が見えてきた、それはイエス様のおかげなんです。それは十字架のおかげなんです。もう喜んでいいんです。もう救いを喜んでいいんです。救いを喜んでいいんです。そしてそのことをしっかり理解して、このことをしっかり理解するんです。このこと、つまり私自身、罪の奴隷だったけれども神の子に、なる、神の子になる、ことができた、贖われた、救われた、贖われた、このことを理解したときに私たちは本当に、変わるんです。そのようになるのです。そのことを理解する必要があるんです。そしてそのことがとても大事である、人間としてとても大事である、基本的なことである、すべての人にとって大事なことである。
全ての人にとってこの福音は大事なことである。十字架の贖いが大事であるということを理解し、そしてそれを伝える必要があるんです。それを伝える必要があるんです。それを伝えて、それを伝えて、私たちはそのこの救いをですね、救いを宣言していく必要があるんです。告白していく必要があるんです。十字架を伝える必要があるんです。奴隷である人たちを、奴隷である人たちを救う必要があるんです。救う必要があるんです。すべての人が救われるべきなんです。すべての人が贖われるべきなんです。すべての人から、すべての人が悪魔から救う必要があるんです。十字架によって、十字架によってすべての人が救われる必要があるんです。奴隷だとかわいそうと思いませんか、皆さん。奴隷である人を見て、罪の奴隷である人を見てかわいそうだと思いませんか。彼らは救われるべきではないですか。彼らは救われるべきではないですか。彼らは救われるべきですよね。彼らは救われるべきです。彼らは救われるべきです。皆さん、人に対する見方が変わったんじゃないでしょうか。今まではそういう価値観で人を見なかったと思います。そういう価値観ではなく、ある意味では、罪の目で人を見てたんじゃないでしょうか。見下す、憎む、嫌う、その煙たがる人間をですね、その人間を正しく見てなかったんです。悪魔の洗脳によって、悪魔の目線で人を見てたんではないですか。人を憎むということはまさに悪魔の目線なんです。人を憎むというのは悪魔の心なんです。人を嫌うというのはまさに悪魔が人を見てる姿なんです。ですから皆さん、私たちはそういう目線、そういう価値観から解放されましょう。私たちは神様の目線、神様が人をどう見てるか、神様は人を憐れみ、人を救おうとされているのです。私たちはその悪魔の、神様の目線で人を見るべきではないでしょうか。神様の目線で人を見ようではないでしょうか。多くの人は悪魔の目線で人を見ます。悪魔の目線で社会を見て、悪魔の目線で人を見て、悪魔の目線、まあそれが罪の奴隷です。罪の奴隷の結果、悪魔と同じ目線で見てしまうのです。しかし、イエス・キリストを信じることによって、その、十字になって、神の子になって、十字架が見れました。ありがとうございます。そして人間を正しい
正しく見れるようになったのです。人間を憎むのではなく、人間を愛せるようになるのです。悪魔は憎み、イエス様は愛します。悪魔は憎み、イエス様は愛します。私たちは人を憎む目線ではなく、人を愛せる目線になれるのです。隣人を自分のように愛する。隣人を自分のように愛する。まさにそれは神様の目線。イエス様の目線なんです。誰でもイエスキリストによって、そのような神の心をもらうことができます。今日の放送を聞いて分かった。この社会が分かった。人生が分かった。人間が分かった。人間が分かった。社会が分かった。人生が分かった。ああ、私は罪の奴隷だった。ああ、私は罪の奴隷だった。ああ、イエス様によってあがなわれたい。イエス様によって救われたい。イエス様によって自由人になりたい。イエス様によって自由になりたい。罪から自由になりたい。悪魔から自由になりたい。そのように思う方、悔い改めて、悔い改めて、イエス様を信じて、イエス様を信じて、自由になりたい人、アメンと言ってください。罪から自由になりたい。罪の呪いから自由になりたい。あがなわれたい。救われたい。そのように思う方、アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。許されたいです。贖罪されたいです。アメン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 。悔い改めます。アメン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 。素晴らしい。アメン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 。素晴らしいです。救われたい。救われたい。救われたい。アメン。天のお父様、感謝します。あなたの御心です。あなたの御心です。たくさんの方が、メッセージを聞いて、十字架のメッセージを聞いて、救われなければならない。罪から救われなければならない。悪魔の支配から救われなければならないことが理解できました。一生感謝します。あなたが働いてくださり、聖霊様が働いてくださって、人々の心にあなたが働いてくださいました。彼らの決心が、彼らの信仰が、彼らを救いますように。彼らを救いますように。十字架によって救ってください。十字架によって救ってください。十字架によって救ってください。彼らを解放してください。彼らを自由にしてください。悪魔から自由にしてください。悪魔から自由にしてください。彼らを憐れんでください。あなたの憐れみから、憐れみが十字架から流れて、彼らを救っています。彼らをあがなっています。彼らをあがなっています。彼らをあがなっています。イエス様感謝します。彼らが今、悔い改めてイエス様を信じようとしています。彼らを救ってください。彼らを救ってください。自由にしてください。自由にしてください。神の子にしてください。神の子にしてください。イエス様彼らを神の子にしてください。あなたの血で覆ってください。あなたの血で清めてください。あなたの血で清めてください。あなたの血は尊い血、清い血です。あなたの血によって清くなります。彼らの罪が許されますように。彼らの罪が清められますように。あなたの血によって、あなたの血によって自由にしてください。私たちは自由です。私たちは神の子です。私たちは神の子です。主を感謝します。これからは罪から離れていきます。これからはあなたに従っていきます。これからは良いことをしていきます。自由です。喜びます。自由を喜びます。救われたことを喜びます。自由を喜びます。自由を喜びます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん喜んでください。イエスキリストを信じる者は、神の子になったんです。自由人になったんです。解放されました。解放されました。信じましょう。信じるんです。信じるんです。信じるんです。救いを信じるんです。イエス様を信じるのです。十字架を信じるのです。ありがとうございました。また夜の8時にお会いしましょう。今日一日喜んでください。
ください。救われた喜びで、神の子になった喜びで、イエス様を信じることができた喜びで、喜んでください。もう喜んでも喜んでも足りないです。喜んでも喜んでも喜びましょう。もっともっと喜ぶんです。イエス様に感謝しましょう。イエス様に感謝しましょう。イエス様に感謝して喜びましょう。それでは夜の8時にお会いしましょう。シャローン、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 アメン、シャローン。